こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。アマゾン輸出に向く商品。オーストラリアで稼げる商品。質問がありました。売れる、利益が取れる商品をアドバイスしてください。商品の種類とか、オーストラリア人に購買する商品とかのアドバイスが欲しいです。その答えなんですけど、商品の種類。ゲーム機本体とソフトが儲かります。と言ったら、私もサポートを受けている人がゲーム機本体とソフトを扱うわけです。ゲーム機本体とソフトは稼げませんが、本当に稼げていたとしても、みんなで扱い出したら稼げない商品になります。そのために、一人一人に合った商品をアドバイスしています。そして、実際に売る前にアドバイスしても、既存の空論で役に立ちません。私の個別サポートは、実践した結果をもとに一人一人違ったアドバイスをしているので稼げるわけです。それと、オーストラリア人に好まれる商品。日本人という国民はいます。日本では外国人人口は総人口の1%。99%が日本人です。だからね、日本に住んでる、外国人のことを、よく外人と言ったりね、することがあります。これは日本にしか住んだことない人はなかなかわからない感覚ですけど、海外は、雰囲気というかね、状況が違いますし、特にオーストラリアは多民族国家なんで、かなり違います。オーストラリア人という国民は存在しないと。オーストラリア以外の出生国別にした人口統計は下記の通りになりますということでね、一番多い、オーストラリアに住んでるのはね、イギリスから渡った人だと言われてますけど、それにしても4分の1強の比率でしかないと。あとはね、もう本当国、バラバラです。このようにバラバラですね。そうなってくると、オーストラリア人が好むといってもね、そもそも出身国も違うしね、一括りにそのオーストラリア人はこういうのを好みますというのがね、言えないと。どこを狙いますかという話になってくるわけですね。しかし、それでは納得のいく答えになってないので、商品探しに役立つ情報を一つ教えます。オーストラリアに住んでる人は、良い意味で、いい加減で値段におおらかです。これは、きちんとしないと気が済まない人が住めないほど、すべてがよろくいい加減なこと。人口が増えて、好景気が続き、所得が高いことによるものです。オーストラリアの人口は、どんどん増えています。だから、あれこれ考えるより、私の指示した条件に合ったいろんな商品を送った方が儲かる商品が見つかります。というか、実際に送って売ってみないと商品は見つかりません。こういうのがいいんじゃないですかねという話をしてね、100%確実にね、当たる商品だけは扱いたいと思ってもそれは無理な話です。送ってもから売れないだろうな、儲かんないだろうなという商品は教えますんで、それを避けて、儲かりそうな商品っていうのを送ってみると。そうすると、その中のいくつかは実際に儲かる。そして、その商品を売り続けるというのが、オーストラリアのアマゾン輸出の取り組み方です。また商品はね、どんどん相談していただきたいですし、またね、このような疑問を持たれて質問してきてもいいんですけど、実際問題、やってみないとわからないというのがね、アマゾン輸出、あるいは商売のね、真実になりますんで、事前にね、いろいろ勉強してね、予備知識を、蓄えてもね、乱暴な言い方してしまうと、というかね、真実は、時間の無駄なんで、それよりは、どんどん手を動かして商品を送った方がいいです。また、ご意見、ご質問お待ちしてます。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。